はい、どうも。2作品目になります。ナオッチです。今回はこちらの幻想乙女のおかしな隠れ家、こちらの作品をやっていこうと思います。こちらは初見プレイです。バージョンが 2.01 でしたかね。その一番新しい最新バージョンの方を初見プレイでやっていこうと思います。よろしくお願いします。何の音ですかね。劇の音。紳士淑女並びに少年少女、少年少女の皆様方ごきげんよう。 D あ、ごきげんよう。え、フェアリーズ。はじめまして。私は皆様方をこの物語へと導く案内役、語り、あー D。 おー、妖精サニー。おー、さあ皆様しばしの間お手を休め、私の話を。はい、聞きます。ですね、始まったばっかりですね。少しばかりの導入。はい、軽い気持ちで。いやー、こういうところはしっかり聞きます。それでは今宵をお聞かせいたしますな。昔々のお話です。もうおとぎ話みたいな感じなんですかね。吸血鬼がまだ物語ではなかった時代、とある村には伝説がありました。吸血鬼。え、殺人鬼、吸血。うわ、仲間にされちゃったってこと？これで劇はおしまいでございます。はい、え、その後吸血鬼はどうなったかって。ああ、もう一人、さっきの連れて行かれたのが吸血鬼になっちゃったってことなのかな。ネタバレ？少年少女の一週間のお話。へえ。旅立ちのお時間。はい。物語を、はい、楽しみながらやっていこうと思います。もう初っ端からなんか、すごいですよね。ムービーとか、うわ。こうなってしまったのは、定められた運命だったのだろうか。恐ろしい結末を避けることはできなかったんだろうか。始まったのは1週間前、月曜日の夕暮れ時。月曜日の夕暮れ時、今ですよ。俺この録画、月曜日の夕方なんですよ。台風がすごい日の、すごかった日、関東に住んでるんですけど、そっちで、電車が動かなかったんで、はい、休みだっていうことで、録画してます。アンジェ。あと6日。あ、カウントダウン的な。
月曜日、マンデー。マンデー。マンデーってモンデーで思えますよね。モンデーだとちょっと卑猥ですけど。アンジェ。アンジェったら、もうどうしたの？ぼーっとして。あ、もしかしてなんか怖いもの見た？違う。なんでもないわ、ベル。かわいい。赤ずきんちゃん的な感じかな。そうか、ならいいけど。これさっきの吸血鬼なのかな？ベルント。ベルント、ベルント、ベルントで。そんなことよりこれからどうすんのよ。目印にしてた後のパンくずも食べられちゃう。パンくず目印にすんなよ。鳥だって食べちゃうよ。こんな深いまで迷っちゃうなんてないか襲ってきた。吸血鬼だったら、がっかり。かっこいい。大丈夫。何かあってもアンジュは僕が守るよ。お願いしたいわ、ベリー。おー、できてんのかな。カリウド。おお、年下なのかな。ああ。ウサギも枯れないカリウド。でもウサギって早いから狙いにくいような気がしますけどね、かえって。え？何？今の下の距離からその距離の方が気づかなかったの？覚えてるよね。へえ、森奥に二人で。たまに来てたんだ。こういう時は入ってみる。おお、すげえ、お菓子の家じゃん。模様替え？へえ。確かに可愛い。いいな、こういう部屋。気に入ってくれて。いやー、女の子だったら気に入るよね、こういうの。僕はここにいるからさ、アンジェを奥でくる通路入れを行ってやる。神っ神だな、もう。そうね、そうしようかしら。ありがとう、寝る。おお、動く。セーブ。アイテムない。アンジェ。ゼロパンくず。お金みたいな。よーし。はい。動けます。やっていきます。すご。音楽がまたすごいっていう。なんか、明るくってこのクオリティ。フリーゲームでこのクオリティやばいっすよ、ほんとに。ベル、いつになったらここ出るの？とりあえず一日ここで休まない？僕疲れちゃったよ。夜の森は危ないしね。そうね。私も少し疲れちゃった。やめます。無理なことはやめます。そうなの？大丈夫？私よりベルの方が心配だわ。僕は男で狩人なので、アンジに心配されるまでもありません。確かに男は女の子を守りたいよね。まあ世間え、いや落ちてるで取れるでしょ。取れないの。ビスケットの甘い香り。あー、夕方なんで僕もちょっとお腹が空いてきましたよ。ダンス。これって本物なのかな。全部本当のお菓子なのかな。なんか溶けてるし。ウェハースって歯にくっつくわよね。あー、ウェハースでもめっちゃ美味しいですよね。カード付きのとかよくありますけど。チュートリアル、はい。あ、ここはいつも通りですね。ダッシュ、あー、ダッシュもできる。ダッシュ、こうだ。あ、こうか。なるほど。ゲームパッドでやってるんで、ちょっとキーボードとは、違う操作ですね。まあ慣れればすぐだと思うんですけど。うん、これは？かわぐえか、かわぐえ？かわぐえさんかな。かわぐえさん。
いやー、あの人、すごいですよね、かなえさん。なんか、あんま名前に出しちゃいけないような気がするんで。立て付けが悪いのかしら。ベッド。あ、お礼を言いに行く。これ話で進むのかな。お菓子のお城。あー、子供の夢みたいな。住んでみたい。いいねー。夢って大切。よし。お礼を言いに行くのかな。ベル、どうしたの？あ、うん、なんでもないんだ。なんでもないんだけど。外が気になるの？大丈夫よ、家の中に入ったんだから。もうクマやイノシシが襲ってくることはないわ。別にそういうの怖がってるわけじゃないよ。え、お礼じゃないの？会話何度かすんの？ああ、操作だ。え、外出んの？奥でくつろいでなよ。え、奥で紅茶のパン、チョコレートのパン、コケ。喋ったの？ピヨ。喋んだ。カレンダー。スロモングランティ。月曜日に生まれた。火曜日に洗礼を受け、水曜日に嫁をもらい、木曜日に病気になった。金曜日に病気が悪くない。なんかこれもうオチが読めるっていうか、嫌な予感しかしない。土曜日に死んだ。日曜日には埋められて、ソロモングランディは一巻の終わり。落書き、誰が書いたんだ。落書き？そんな落書き嫌だな。あ、来てる。びっくりした。なんかいると思ったら、ベルか。懐かしいわよね、この家のこと。不思議な家だよね。不思議だよ、まか不思議だよ。大人たちには絶対、あー、大人。こっそり隠れてた。父さんに怒られた時もよく来た。あー、子供ね。いや、子供と大人の定義ってよくわかんないですよね。バイト始めたらもう社会人だぞとか学生でも言われたり、いまいちわかんないですよね。ああ、何、ああ、びっくりしたわ。びっくりしたな。もうそんな お腹の音っていうか、今ゾンビのうなり声みたいに聞こえて、もう何をあげる。ああ、ドーナッツ、女子力高いなー。ああ、もう絶対にこれ作ってる、狙って作ってる。うわ、かっこいい。お腹いっぱいだからとか言って、本当は空いてんじゃないの。やっぱり。あー、いいなー、仲いいな、この二人。ありのままでみたいなね、お互いに。おい、そりゃそうだ。ベッド一つ。あー、え、狙ったの、この子は。あー、床で寝ろみたいな。そうだよ。あー、ソファーで寝てってことね。めっちゃ冷めてるな。まあでも俺も多分こうなるよね、こんな立場だったら。めっちゃ期待するもん。あー、冷てー。ああ。ん？何この音？夜の体育館、一人で歩いてるみたいな。走ってるみたいな。あと5日。
チューズデー。なんか英語力を試されてる気がする。もう朝なのね。帰らなくちゃ。帰るのね。はい、というわけでですね、火曜日になりましたが、今回はここまでにしようかなと思います。2作目ということで、いろいろ新しいこと、まあ編集ですねとかいろいろやっていきたいと思っているんですが、まったりやっていこうと思います。はい、ではパート2でお会いしましょう。ありがとうございました。